ちょっと私はとある場所の、廃温泉施設の温泉がまだ流れ続けている場所にいます。ここもですねやっぱり人の出入りともないんで、あの蜂とかアブとかがめちゃくちゃ多いです。なのでちょっと源泉に近づこうならば、スズメバチがめちゃくちゃ追ってきます。すごい蜂がめっちゃ飛んでる。蜂がめっちゃ飛んでます。すごい、ここら辺なんてもうとんでもない茶色ですよ。言うかも。部分的に言うとなんか鱗もできてるんですよね、夕花が積もりすぎて。いやすごいな、こういうの。なんかここは海水と混じって黄土色になってますね、全体的に。もう疲れる場所がもう海岸岸と、ちょうどその捨てられたお湯の狭間ぐらい違う、ここでしか疲れないですね。ただここがなかなかいい塩梅なんじゃないでしょうか。ちょうど海水とですね、こことかも、あったかいな。あ、すっごい金消しが半端ないです。こことんでもない金消しがします。こことかちょうどいいんじゃない。あ、ここちょうどいいですね。ここいい感じです。あ、ここめっちゃいいお湯です。見えますかね、これいい感じ。私今使ってます。41に金化粧が半端ない。うん、ちょっと塩味も帯びてる。いい感じだ。で、花粉、海の水と混じり合ってないところもなんかしょっぱいんですよね。ずっとなんで多分ナトリウム線だと思います。PH7.6、 こちらも2カ所目、こちらも流れてます。ちょっと蜂が多すぎて撤退します。今ちょうどヒトーマニアさんと鉢合わせて、ちょうど私が来るときにヒトーマニアさんご夫婦でいて、で、まあ、いろいろお話しして、はい、楽しかったです。けど、蜂がですね、蜂が多すぎて話にならない、これは。帰ります。すごいことになってます。湯花が沈殿して、すごいことになってます。ズボズボだ。とんでもない湯花の量です。こんな見たことない。パウダースノーレベルです。ということで、入ります。